様だな。ナイス。ほんとナイス。ドン。ナイス。おお、入っちゃい入っちゃい。おし。100のあのフリップ。スプーン。右オン。ナイス。ナイス。はい、ナイス。あ、いいとこ。いいとこ。バドミントンって何か動きとか似たようなとこありますか？あ、でもクラブでシャフト。とかってバドミントンも使うから、こう回転させるとか道具をこうしならせるとか、まあその原理は結構似てますよ、ね。あ、そうなんですか。ただ止まってるボールだから、そこが結構こうなん来てるものをさ対応するのはうまいけど、止まってるものを打つのはやっぱ難しいです。まあずっと30年間やってたから、なんかもうちょっとのズレもわかるけど。やっぱりゴルフもちょっとのズレでどこが飛んでいくわかんないんじゃないですか。難しい。そこは違うんですね。はい、うん、ナイス。ナイス。スタッチ。ナイスタッチ。お、来た。お、それ入れ。あ、惜しい。よし。ナイスパー。ボギー。大丈夫。届いてない。ナイスです。ちょっとなんか戻されるよね。なんかフォローないですね、今とか。ずっと上げてる。テラメイドが好きなんですか？テラメイド、そうっすね。クラブも、ウェアも。そう。今日初バンカーですね。どうだろう。でも昨日雨降ったから、多分閉まってるかな。だといいんですけど。ふわふわはちょっと苦手なんで。ゴー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 いいね、これでおやつ今日の。
はい、こちらのホール5番ホールはニアピンホールとなっております。トライアマの記録は片岡選手の7メートル52センチでございます。それではよろしくお願いいたします。はい、7メーター51センチでいい。やったー、なんかいいことあるんじゃないですか。これ最終組だから5メーター32センチ。おー、やったパワー違うね。ちょっと待って、これ大喜利したまずいぜ。ナイスー、ナイスー、ナイスパー、ナイスパー。危ねえ。ドラゴンホールとなっておりますので、体が壊されてる。レッドライトがあります。どうだろう。よいしょ。セーフ。タクちゃんはチャンス、フォローだからチャンスあると思ったけども、今薄いな、当たりかな。そう、ずっと薄いよ、今日。そのスポーツが勝つと思います。あ、今日？はい。野球とか、どうなんだろうね。野球選手とか、やってる期間長いよね、多分ね。なんか上手いイメージがめっちゃあります、うん、なんかよく、ね、多分、オリンピック系の種目は、引退してから多分やり始める人が多いから、はい、そんな長くみんなやってないと思うんだよね。あ、なるほど、うん、3年とか2年とか、うん、ケイタでも多分3年ぐらい、コウちゃんの2年とか3年ぐらいで、あ、でも見事なぐらいだと思うよ。それは野球選手だろうな。まあオフの時なんかね、いつもね、あ、オフはなんかあれですよね、合宿しながらゴルフしたりしてますもんね、うん、そうそうそう。
やっぱ現役の時はバドミントンだけですか。だけ他のスポーツして感覚狂うの嫌だからね。あ、はい、うん、やっぱプロですね、意識が全然それは嫌だよ。遥か向こうにドラゴンの旗が立っています。300ヤードです。このフェアウェイに収めるだけでもすごいのに300飛ばしてくるから結構優勝候補かもしれないですね、和田選手。バーディー、ナイスバーディー。ありがとうございます。ナイスバーディー。頑張ろう。リンゴルフオープンニュースのお時間です。11月4日文化の日の振り替え休日は静岡県葛城ゴルフクラブ、これは名門コースですね。あと11月25日ですねは兵庫県の ABC ゴルフクラブで開催されます。ゴルゴルゴルピアがやってきますのでぜひ皆さん応募してください。続いて12月5日太平洋クラブ御殿場ウエスト、こちらも毎回好評の100切り応援会場でございます。年内ラストは12月14日土曜日、徳島県で J クラシックゴルフクラブですね、うんうん、初めて四国へ上陸します。おお、来てください。お待ちしております。待ってます。バイバーイ。